校やプライベートがあるんだ。いきなり呼び出すのもうやめてください。プライベートってせいぜい筋トレの部活くらいじゃないのか。それかまたデート詐欺か何かに引っかかったのか。すぐ利用されるんだから成長しねえな。